こんな写真撮ったっけ？え？なんだか懐かしいような。え？いやそんなこと。え？マリちゃんが、マリちゃん、あ！今回ですね、僕は待ちに待ったというか、もういろんなレビューを聞いて、もうやりたくてやりたくて、おもり、大盛りかな、伸ばしはしないとは思うんだけど、おもりというね、海外で今バズりにバズってる大流行ゲームということで、今回ですね、それが一昨日ぐらいに日本語版対応されてて、その海外ではもう2020ぐらいからできてるらしいんだけれども、マジでみんなやってほしいみたいな、もう伝説のゲームなんだけど、今回昨日ぐらいからですね、日本語版対応されたということで、やっていきたいなと思います。こちら、ある引きこもりの少年、この子は引きこもりなのかな、なんか眼差し僕の方を見ている少年が、引きこもりの少年が何か冒険をするみたいなね、お話なんだけれども、最初に注意しなきゃいけないのが精神的な面のお話なので、そういう症状とかなんかちょっとあんまりそう見たくないなっていう人は、ここでねブラウザを閉じていただけると、ちょっとねやめていただけると嬉しいでございます。まあ注意しながらね、僕もねどういう内容かもあんまり分からてないね。これもね、であとちょっとホラー要素もあるんだって。てか普通にホラーゲームなんだけど深いお話らしい。早くやれっていうね、いう人多分いっぱいいると思うんで、やっていきましょうか。楽しんでいただけると嬉しいです。ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。やっていきましょう。始める。さあ、うわぁ、なんだろう、そのさ、引きこもりから言われてさ、ちょっと気まずい状態から入ってるからね、僕もね。心配しないで、大丈夫、きっとうまくいく。なに、うわ、最後の方でこれフラッシュバックされるな。これ何があっても、なんだろう、この子はいつもそばにいるって約束して。ああ、女の子かな、女性の方、左の子と僕が悩んでるね。お願い、後から来るパターンのやつや。絶対終わっちゃったわ。終了、ありがとうございました。ホワイトスペースへようこそ。なんだろうね、あ、ホワイトスペースや、そのまんまじゃん。そのまんまじゃねえかよ。あなたはずっとここに引きこもっている。そのホワイトスペースっていう場所にいるのかな。おー、真っ白ー。今これ夜の画面で見てた人はだいぶ目がやられるね、夜の夜中に見てたらね。あ、なんだ、ちょっとレトロっぽい BGM が流れて、あ、なんか線が、髪の毛、おっさんの髪の毛ではないな、多分な。あ、明かりが照らされていますね。さあ、猫ちゃんいる、かわいい。全然なんか猫いるってことは妖の民なんじゃないのか。にゃーご、にゃー、何か待ってるのって。うん、何か待ってる、僕のことじゃないのか。白状やな。悲しみを拭うためのティッシュ、おー、いろいろ置いてありますね。なんかわざわざティッシュでいい、ティッシュペーパーでいいのに、悲しみを拭うためのティッシュ。あなたのスケッチブック、中を見る、覗いちゃっていいですか。やばいやん。あまり触れられないよ、その絵には。何これ、なんか目が黒く塗りつぶされてるんだけど。あんまり触れない方がいいな。おー、わからない。さらにピカソ的な画伯出てきたね。なんかコンクールとかに出すのかな、出品でもするのかね。いっぱい手が転がってるけど、やばい、あんま関わる。ちょっとダメかもしれない、僕大丈夫かな、あんまり触れたら殴られるとかしない。何を書いてるんだろう、これは。宇宙×宇宙×みたいな。で、なんかね、猫ちゃんいるけど、かわいい、白色の猫と黒色の猫で雨に浸ってますね、血の雨かな。ああ、もうね、やめよう。パソコン見たり携帯見たりね。で、海、わー、全部深いな、深すぎて何を意図としているのかわからないな。バースデーケーキに目ん玉乗ってますけど、これは目ん玉なのかな。集合体恐怖症はちょっと見れないやつだね。右はなんだこれ、海水でもいるのかな、なんかの海とかに ABCDEFG 英語の勉強してる右下。猫レストラン、どんだけあるの、てかめちゃめちゃあるじゃん。目のライトね、はい。あ、で最後はお肉、
終わったぞ。よくわかんない日記を書いてるな。ノートパソコンを起動した。あ、大丈夫か？スタート。どうする？大丈夫これ？画面を見つめる。画面をじっと見つめた。いや、終わりかよ。終わるんかい。日記を書く。今日はホワイトスペースで過ごした。うまくいった。今日はホワイトスペースで過ごしたがほとんどだね。おもりくんの日記やばくない？今日は友達に会いに行った。うまくいった。全然引きこもりじゃないじゃん。なんだ、あ、そういうさ、学校とかに行けないっていうみたいな感じかと思ってたら、全然毎日のように友達と会ってるけど。うまくいきすぎてない？まるまるうまくいった。だってめっちゃうまくいってるやん。どうする？もういいよ。全然回収してない。おもりくん、うん、めちゃ、わ、わかったわかった。とりあえずはお友達がいるっていうことだけはね、わかったけど。はい、ノートパソコンが太ももを温めてくれた。気持ちよかった。え、何これ急に。なんか落ちたけど、近くに何かが落ちた。なんだそれは。近くとは全然近くない。なんか闇の場所みたいになっちゃう。あー、やばいね。それはダメだよ、おもりくん。ダメだよ、絶対やっちゃいけないやつだね。ピッカピカのナイフ。せめてそれランドセルにして、ピカピカの1年生とかにして。ナイフはやばい。ダメ、ピカピカの1年生ナイフは怖すぎる。持っちゃいけないよ。なんでピカピカのナイフ落ちてきたんだ。あ、なんか半年長く近づいてきてる。ちょっとやめてよ。なんかフォークの呪いの、え、これ当たったら死んじゃうのかな。どっか行っちゃったわね。ピッカピカのナイフ手に入れましたけれども、え、どうすんだろうこれ。パソコン起動しちゃったら日記にナイフを取ったとかになるのかな。あ、ならない。友達とうまくいきすぎてる。ダメだ。ログアウトしてみて、え、じゃあ扉の中に入ってみますか。これ、あ、入れるんだ。リアル。急にリアルになった。その画像、白い扉がかすかな影を落としている。どうする？扉を開ける。何もしない。扉開けてみますか。お、なんか灰色。え、そうすると外に出られるのかな。あ、暗いぞ。え、終わっちゃった。猫ちゃんは？猫ちゃんどこ行っちゃったの？闇の世界につながる？わーお。だいぶパステルカラーを要している。相当綺麗だね。なんだこの夢世界。おまりくん、そろそろ来ると思ってたよって。あ、女の子？オーブリーちゃん。一緒にトランプしない？ちょうど次のゲームが始まるところだよ。ライアーゲームの始まりだ。デスゲームをしようじゃねえか。あっちゃー、まあいいか。ちょっとオブリー何すんだよ。あ、蹴る。ちょっとイケイケ系なんや。カードがぐちゃぐちゃになったじゃん。まあまあ蹴る、そんなに怒るなよ。あー、冷静なヒロ。大体いるわ、この4人ぐらい集まったらこの子たちで冒険するんだろ。なるほど、なんか覚えとかないとな。たかがゲームじゃないか。すぐヒロはそういうこと言う。どうせ負けそうだったから言ったんだろ。てんてんてん。だいぶ僕も声のね、割り振り方が厳しくなってきたよ。もうこれ以上出たら僕の声がもう弾切れそう。オーブリーちゃん、ケルっていつも私に意地悪するの。あのバカ、私のぬいぐるみを部屋のどっかに隠しちゃったのよ。本当にガキなんだから。なんでそんなことするの。めっちゃキレてるやん。大丈夫？ SNS では悪口書かないで。オーブリー、初対面だけどファーストタッチ最悪だよ。私が何したっていうのよ。ね、何したかも僕も分かんないけどね。オーブリーが誰かも分かんないけど。おもりくん、ぬいぐるみを探すのを手伝ってくれない？いきなりの雑用。マジかね、お願い。いきなりぬいぐるみ探せって言われたんだけど。どっかに隠してあるの？トーストを作ってみる。おい、そんな場合じゃねえんだ。今ぬいぐるみをなんかやってくれって言ってたのにトースト作っちゃった。トーストを作った。トースト作って。僕、ぬいぐるみミッションじゃなかったっけ。見たことある人の写真。ろうそくが祀られているけれども、プレートに豆が一つだけ置いてある。これなんか運ぶ2個皿をさ乗せてさ、箸をやって何分間でいけるかみたいなね。あ、もういいです、そんなボケは。あ、ぬいぐるみスイカのところにあったんかい。てかトースト作ったの食べないんかい。お、なんか出てるって。タコさんか、地面から出てるって。でこれでぬいぐるみ見つけたよ。はい、それもしかして。お、喜んでくれてる。オーブリーちゃん、オーブリーはぬいぐるみを取り出した。もう取り返したか。なら僕が取ったみたいな言い方して。ねえケル君見て、私のぬいぐるみが戻ってきたよ。お、喜んでる。何それ、どこで見つけたんだよ。おもり君が見つけてくれたんだ。ケルと違って本当の友達がいるんだよね、私。なんかこれだけ見ると全然引きこもり感しないけどな。自業自得だな、ケル。意地悪は良くないよ。でも、オーブリーが先に
あいつが先に俺の恥ずかしいところにほくろがあるってバカにして。そのほくろどこにあるんだっけ。どこ、やらしいところにあんのか。くーケル、正直に言って。え、何があったんだ、見せ合っ。オーブリー、もうやめてあげな。わかったよ。あ、で終わった。うわ、終わった、止まっちゃった。ありがとう、森くん、頼りになるね。え、どこにほくろがあるかをだけ教えて、頼む。眠れなくなっちゃう、私。あなたに頼んでよかったって。どこにあるんだ、ケル、ほくろ。もう、なんでいつもオーブリーの思い通りになるんだ。おもり、一件落着みたいでよかった。あの二人、いつもぶつかっててね。それでさ、マリとバジル。マリとバジル6人出てくる感じ。え、待って、1,2,3,4,5,6 だよね。遊び場でピクニックしないかって誘ってたんだ。会いに行かない、行くか。それじゃあみんなマリとバジルに会いに行こう。マリバジハッチャウ、どこだ、これどこに行くんだよ。マリとバジル、あー、なんか食べそう、食べられそうだな、マジバジルって。フシュー、おマリ出かけるの。フシュー、これ今日のお小遣い。え、お母さん50アサリも手に入れたんだけど、ヘビから。めっちゃいいやつやん。ありがとうね、ヘビちゃんね。おい、もう全然異世界だぞこれ。家じゃなかった、これ見てたの。秘密基地やったね。ヒュー、空気うめー、自然大好き。じゃあ行こうぜ。お、ちょっと待って。え、どうしたの、遅いよ。オーブリーちゃん、ちょっと手伝って、引っかかっちゃった。あら、ダイエットしないとお願いしてくれたら手伝えなくもないけど。ケル、どんだけ性格悪いんだよ。避けてないで早く来てよ、ケル。あ、はい、わかりました。お、そう、おーおー、大丈夫か、今絶対骨折したやろ、ケル。はん、ケルがもたもたしてるから時間かかったじゃん。これはこれは大変申し訳ございませんでした。あーね、え、なにこれ、どういう状況なの、旅に出ちゃったんだけど。おー、なんだこれは。なあ、モンスターいっぱいいる。これはおとぎ話の中にいる自分なのかな。夢の世界っていうことねえ、現実とかじゃないもんね。それとも現実逃避をしているとか、なんかそういうことなのかな。さあ、は出たよ。もう明らかオーブリー、マリちゃんあ、じゃオーブリーちゃん、マリちゃんとバジル。え、左バジルやと思うわ。緑色でしょ、絶対バジル系は。100バジルだね。そうじゃなかったらもう用もなーい。あら、オーブリーちゃん。みんなもこんにちは。お、元気かな。やっぱ当たってた。こっちがマリね。右がマリ。ケルがまたいじめるの。また?それは大変ね。ひどいことするね。いやいや、いじめてないから。大げさに言ってるだけだから。あら、ケルくん、すごい迫力だね。煽ってるね、これマリちゃん。めちゃめちゃ煽ってるよ。一体どっちを信じればいいのかしら。俺を信じろ!私を信じて!ああ、二人とも落ち着けよ。なんでいつもこうなるんだ。もうヒロくん、そんなことで落ち込まないの。責任感強すぎだよ。マリはね、なんかおしとやかっていうよりかはちょっと元気な女の子みたいなね。ケルと同じ感じだね。まあそういうところが好きなんだけどね。何、恋しちゃってるの。ちょっとマリと、いい感じヒロは。いや、付き合っちゃえよちょ、マリ、今はそんな場合じゃ。なんだよ、隠してるよ、マリとね。からかってみただけだよ。慌てるところも可愛いんだもん。マリ、積極的すぎる。おい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 、今女性の方がね、肉食って言うからな。ヒロも照れちゃってるか。お、そしてバジル来てる。みんなを待ってる間、バジルくん、あ、男の子なんだ、バジルくんって。お、アルバムを見てたの。みんなも見る？もちろん。だって私たちの写真だもんね。あ、いいじゃんいいじゃん。バジル、バジル、ほらほらほら。なんかまた隠したやろお前。人、そう、やっとアイコンが見える。お、よし、バジル、写真撮ってくれよ。え？バジル、ちょっとイケメン、イケメンな、めちゃめちゃ本読んでそう。ごめんね、ケル君。僕は気づいていない時にだけ写真を撮るんだ。バジルは人がカメラに気づいていない時の自然な表情を撮るのが好きなんだよね。あ、今ヒロのやつだった。ケルかと思って読んでたわ。一人一人の日常の中にこそ特別な瞬間があると思うんだ。そういうのを撮りたいんだ。なるほど。じゃあ、いないと思えばいいわけ。よく気づいたな。急にバジル表現するじゃあまあそういうことだね。そっか、それならできるぜ。お、バジル君、アルバムを見てもいい？あ、いいよ、大したものじゃないけど。もっと自信を持ってよ、バジル君。きっと全部素敵な写真だよ。そうだね、オーブリーちゃん、ごめん。
もうちょっと自分を信じてみる。あー結構内気な性格なんだバジルは。いや主に一言も喋っとらん主人公。はい、こうすればみんな見れるはず。でなんだろう。あーすごい、みんな、あなんかなるほどね、イエイとかっていう写真よりも、うん、はいはいはい、こういうようなちょっとしたところの瞬間を撮ってるんだ、映像として、映像じゃカメラとしてね。いやお前バリバリ映っとるやんけ気づいていないところを撮るみたいな趣味してる言うてたのに、バジルど真ん中にいるんだけど、誰か人のカメラやってんのかね、借りてんのかね、カメラを撮ってくれってなってるやん絶対ね。センターにいたけど、こっち側はこれもうな、もう名前が多すぎてわからなくなっちゃう、マリちゃんガブ飲みしてる、陽気なハルちゃんかな。あスペースで読める、あ読むのがあるわ、ちょっと待ってね。あマリちゃんがヒロ君にみんなの写真を撮らせた。バジルは鼻の冠が似合うねって、鼻冠が似合うねってみんなから言われている。ミルクガブ飲みしてるね。ケルが、あこれケル大好物のミルクを飲んでいる。近づきすぎるとカメラが濡れちゃうかもしれないから気をつけよう。あチューしてる。えヒロ君が好きを伺ってチュー。ヒロ君、ヒロ君もしかしてデレデレなの、どういうこと。ケル君がすごく嫌がってる。えどういうこと、ケル、ケル、うわおえケルとヒロがそういう関係なの？ん？あ、兄弟なんだこの子。え、兄弟なの？え、そういうこと？今日はピクニック。マリちゃんがみんなで写真を撮りたいって言って、はいチーズ。ほう。食べ終わったらマリちゃんとヒロ君以外みんな寝ちゃったみたい。僕もちょっと眠くなってきた。あ、これはバジルが撮ってるんだね。はい、ケル君は間違えて自分を取っちゃったって言ってるけど多分嘘だと思う。まあ自己主張激しいからケルはな。お、なんだろう、みんなの足で輪を作った。誰がどの足かわかるかな。いやさすがにわからん。さすがにまだ始めて15分から20分ぐらいかな、わからないけれども、そこまでして足この子だねって多分最後らへんにはわかるのかな。いやにしてもわからんわ。まあこんな感じでいろいろとスイカ取ったりとか、はいはい、記念写真とかね、マリちゃん花冠作って教えてくれてるって、おいろいろなねありますね。まあそんな感じの、日記がいろいろありますと。はい、バジルのこの写真全部素敵だね。その瞬間のベストショットを捉えるのが上手だよ、ありがとう。でも全部僕が撮ったわけじゃないよ、マリちゃんがたまに勝手に僕のカメラを持ち出すんだよね。おーおー言い訳してるバジルそんなこと言って撮って欲しかったやろ。何言ってるよ。たまにだから。そうだ、いいこと思いついた。みんなで僕の家に遊びに行かない？最近新しい苗を植えたからみんなに見せたくて、すごく可愛いから見に来てよ。え、めっちゃ幸せそうじゃん。え、こんなの何が違う？え、どういうこと？楽しそうだな、いいぜ、早く行こう。こっから急展開がなるとは思わないけどね。バジルの家は遊び場の南だっけって。よし南に行こう。うん、そうだよ。お、6人でちゃんと行くのかな。うーん、私はいいかな。え、なんでマリちゃん、みんな楽しんできて。疲れた時はいつでも私のピクニックに立ち寄ってね。え、なにマリ、ちょっと怪しい、やめて。うん、マリそれになんか最初になんかそうなっちゃうパターンの人だから。それいつでもおやつを用意しとくわって。それにピクニックバスケットでセーブもできちゃうよ。うん、システム的な問題そこ言われちゃった。ありがとうマリ、いつも俺たちのためにいろいろやってくれて。じゃあねマリちゃん、また後でね。なんだろう、楽しんできて、何かあったらいつでも来てね。なに？おお、ドラクエ急にめちゃめちゃ並ぶようになっちゃった。お、健康に良さそうなキャンディなら食べてみるか。はい、食べたらどうなるんだろう。てったらてったってん気分さっぱり、元気になった。元気になったよって言いながら、あ、めっちゃいるモンスター。ワン、ベルリーって興奮するとすごく早口になるんだろうな。ちょっとついていけないぞ。この子は、あ、オモリ、あのさ、私今日でっかいとこ、え、でっかいことを計画してんだ。そこでじっとしてろすぐわかるからな。なんだろう、何言ってんだろうね。おいお前らどこに行くつもりだ。おいおいおい、もう南側に行きたいんだよ。行く前にかくれんぼやろうぜ。そうだ、一緒に遊ぼうぜ。みんなでやった方が楽しいよ。またかくれんぼするのか。いや、この前やった時ひどい目にあったしな。そうだね、ごめんねベルリー、今回はパスで。今からバジルの家に行くしなって、めっちゃ厄介者にされてるやんやば、ちょっと待った、また逃げる気か。私の何かはダメなんだよ。顔か、背中か
ボスよりはマシだろ。ボスって誰？あいつを公園から出禁にしておいてよかったぜ。誰のこと言ってんだろう。あの野郎今頃どうしてるんだろうな。いや別にどうでもいいか。バジルはかくれんぼで遊びたい？どっちでもいいよ。僕の家はすぐそこだし、急がなくてもいいからね。おもりくんに任せちゃおうかな。おもりはどうしたい？全責任を。おもり、我が CEO よ。やろうよ、かくれんぼのやり方は知ってるだろ。やるか。いつから親友ってね。お前は親友だと思ってるけど、僕はお前のこと親友だと思ってないぞ。初対面だからな、敬語使えよ。へぇ、それは知ってるな。まあ一応やってやるか。じゃあ何ぼーっとしてるんだよ。ほら始めるぜ、みんな集めてくる。気をつけー。よし、ウジ虫どもよく聞け。今からかくれんぼやるぞ。見ろ、くじを用意した。ここにいる人はみんなくじを引けよ。一本だけ短いのが入ってるから、それを引いたやつが鬼だ。鬼になったらその他の人を見つけ出す。簡単だろ。あ、なんかよくわかんない人たちいっぱい出てきちゃったけれども。お、なんか渡された。こっから一人になるのはまさかね。僕がなるわけが。みんなくじは持ったかな。よし、まさかね。さあ鬼は誰だ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 。お、お、いないのか。どれどれ、短いもの持ってるのは僕だーく。おもりだ。え、おもりが鬼なのか。でもおもりくんは一人が嫌なんだよね。一人で大丈夫か、おもり。ちょっと何、一人嫌だよ僕は。嫌だったら僕が代わりにやるよ。僕はどっちでもいいからさ。ちょっとちょっと、何企んでやがる。くじで決めたことなんだから文句言うじゃねえよ。ほらガキじゃないんだから、ただのかくれんぼだろ。そこまで心配しなくても平気平気。あ、平気。ベルリー、ベルリーってなんで。でも妖怪さんかな、モンスターのことか。じゃあ準備ができたらテザーボールのところに行って目を閉じろよな。目を開けるんじゃねえぞ、そんなズルしたらただじゃ済まないからな。マジ？じゃあちょっとかっこやるか。全員見つけ出してやるわ。始めたいと思ったら棒を調べろ。もうほら今さらなばビビんじゃねえよ。もうなんか僕がビビった感じになっちゃった。ビビビビんじゃねえよ。5、4、3、大丈夫かな。1スタート。いなくなっちゃう。あ、め、バレバレ。よかった、いてくれて。簡単でよかった。本当にいなくなっちゃうかと思った。うわ、見つかった。ということで、俺も探すの手伝ってやるよ。いいのかい、それ。ベルリンに言うなよ。へへへって。いいのかーい。くー。で、わかりやす。あ、見つかっちゃった。ごめん、ふふーって言って。はい、次。じゃ、この子じゃない？ミカル。バレバレなんだよね、みんなね。プライベートビーチで全方向からヤシの木の葉っぱで仰がれる夢を見ていたので、何を言ってんだ、こいつ。うとうとしていたら、こんなところに隠れてる間に寝ちゃったみたいな。僕の負けだ。いや、かくれんぼとは。うわ だけなんだ。なんだこいつ。おい、趣旨分かってないやつにしてちゃんと説明しとけよ。あいつシャリーンって出て、あ、個性強いな。あ、みんな、ほ、実はね、よ、すごくいい隠れ場所を見つけたんだけど、シュンとレンが、ほ、え、一緒に運動をやろうって誘われて。楽しいぜ、体にもいいぜ、みんなもやってみようよ。すごくすごく体力も鍛えられ、うわ、すごく疲れる。いやいや、もうかくれんぼどうしたん。こんなことしてる場合かよ。誘われたら断れないって知ってたけど。ほらヒロ君、おもりを手伝おうよ。分かったよ、今行く。じゃあね、シュンレン、楽しかったよって。おい、かくれんぼやれ。じゃあな、ヒロ。何やってんだお前。こいつルールも知らないで筋トレしやがって。眉神さん、あー、見つかっちゃった。負けたってことか。ハッピーならなんて言うと思う。多分こんなことを言うんだろうな。前髪くったらどんなことでも全力で挑まなきゃ。そうしないと誰も前髪くんのことをすごいところ見れないじゃん。まあ今度頑張ろうか。何の話をしてるんだ。基本的に大体みんな雑やな。ぽよよ、ハッピーだよ。お前か、ハッピー。見つかっちゃったし、別のところことやろうかな。そうだ、アルファベット後ろから行ってみよう。 ZYXWVUO。 おい、一緒続くぞ。ね、日が暮れるね、これやったらね。いやいや、一番隠れてない。やってみて分かったけど、俺みたいな男が隠れる場所ってあんまないんだよな。でも楽しかったぞ。ベルリーが楽しいなら俺も楽しいから。終わっちゃった。大体全部見つけたくない。あ、いっぱいいるじゃん。これは、あー、グーソピー、寝てるわ。あー、え。あ、こいつは全員見つけた感じか。ね、どうすればいいんだろう。他は、あ、隊長がいないよ。ベルリーがいないじゃん。さあ見つけないと。あ、なんだこれなんだこれ。
どこだこれ。コソ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 、邪魔しない方が良さそうだ。なんか言ってますね。ヨーヨー、どこだろう。マジでわかんない。ベルリーどうなんでしょうね。こっちはこれなんだ、ポストかな。怪しい青色の郵便受け。どこ見つけ。バナナだ。バナナはええね。積み木。ベルリーどこいんだ。ここやろ、茂みらへん。あ、いないか。どもかい、こっち青森。あ、違うわ、言われちゃった。ダメだね。あ、ボス、デキン区域。なんだこれ、違反する者は逮捕しますって。ボスが何者かちょっとわからないけどね。あ、ここにいるわ。お花どこかな。し、大声出したら見つかっちゃうよって。お花どこかな。お団子どこかな。ちょっと隠れる気あるの。お団子と、よっしゃ、お団子とお花見っけ。ほら見つかったじゃん。お花ここだけだな。もう怒ってないから元気出してよ。アルプス一万尺やろうって。うん、かくれんぼをしろ。もう何のゲームやってんだこれ。あ、ストローが刺さってる。引っこ抜く。これ出たわ、ベルリー。いや、ベルリーがちゃんと隠れてる。ブワー、遅かったじゃねえか。最後だったね。息できなくてこのまま死ぬかと思ったぜ。どうよこの隠れ方、すげえだろ。はい、終わりましたよ他のみんなも見つけたようだな。思ったよりやるじゃん、気に入ったぜ。よし、最後にもう一回天候を取るぞ。気をつけー。バジル君いない。あ、確かにバジルいないぞ。バン、いつも通りいるよ。シャーリン、あ、はい。ミカル、グースピース、ハッピー、はいはい。マユ、うわー耳がやられちゃう。眉ね、どこ行っちゃったの。眉、前髪いいのかよ。はい、お団子、お団子です。お花、お花ここだな。おー、ヒロ、はい。おー、ケル、ファー。ベルリー、これ毎回やんの。お、やばいやばい、ずっと疲れた。おって、おい何すんだよ。なんか嫌われてんのオーブリー、はい。で、お、いないじゃん。あれ、バジルは。おかしいな、あの木隠れようとしたんじゃ。バジル君どこなの、聞こえる。怖い怖い怖い、やめて。バジルもう出てきていいぞ、お前の勝ちだ。お、なんだ。おー、バジル。何、バジルどこ行くんだ。いる。あ、あ、バジルいた。違うって。おい、バジル大丈夫か。もしかして引っかかってんのか。ほら、わあ、ボスだ。いや、ボス、やっぱりお前か、この野郎。バジルを離せ。そうだそうだ、バジルが何をしたってんだ。バジルを離して。私たちのお友達傷つけたら絶対に許さないよ。そうだよボス、バジルは何もしてないじゃないか。バーカちゃんと直入に言ってんだ。これもう悪口じゃん。シンプルな。バジルだけ狙ってると思ってんのか。とぼけるな。俺様が来た理由分かってんだろうな。俺様をかくれんぼに誘わねえとはいい度胸だな。そもそも俺様がてめえらにかくれんぼのやり方を教えたんだろうが。つうか間違ってんじゃねえか。体当たりもしてねえのにかくれんぼって言えるかよ。いや、かくれんぼじゃないですよ。ダメですそれは。あ、僕の花冠が。ちょっとその花冠は、私がバジルに作ってあげたんだよ。なんてことするんだ、早く話せよこのいじめっ子。嫌だな、俺様を混ぜてくれねえなら遊びを邪魔してやるぜ。ほう、かわいいな。なんでそんなになんかかくれんぼで喧嘩するよ。今からここはボス様の縄張りだ。てめえらできんなわあ、始まったな、急に RPG 戦う、攻撃。勝てんのかなボス。急にボスだよ、負けちゃうでしょ。全部全部でなんかおやつとかあるんだけど。ダメだ、スキルイラつかせるおい、また攻撃力上がるぞ絶対。全部攻撃してみるか。このスキルは、あ、料理ができるんだね。これはね、ハート 70% 回復するらしい。だいたいこういうの最初はね、攻撃全部すればね勝てるよ。はい、16ダメージを与えた。いよいよどんどん攻撃してこう。14ダメージを与える。柔らけえなーって。お、攻撃する気あんのか。お、16ボスはダメージ与えた。もう、お、12、いいじゃんいいじゃん、もう倒せるんじゃないの。 HP どくらいなんだろうね。ボスは指をポキポキ鳴らしているって。ちょ、攻撃しよう。あ、もうちょっとで半分か、これで。まあでも3回ぐらいやればね倒せそうな感じするけど。早く離してやれよボス。てか攻撃しねえじゃんボスなんかいいやつやな。おい、今のちょっと痛かったぞ。はっ、あー、つまんねえな。
やばいやばいやばい、一撃必殺させられるんじゃない、まずいよ。ちょっとあー、だいぶ食らった。あ、そうでもない。え、めちゃ2回ダメージ食らせられるんだけど、最悪。なんか、え、逃げれんの、てか、あ、逃げれないじゃねえか、なんだそのコマンド。はい、全部攻撃振っちゃって。はい、攻撃与えた。よいしょ。あ、蹴る攻撃13ダメージ。いや、いいですね。うわ、怒ったさ、必殺するな、受け止めろ。なんだなんだ、体当たり。え、うわあ、嘘やろ。おいおい、待て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 、なんでやねん、食パンになった。100炊いた、おもりだけ100炊いた。おもりは口しなかった。頑張って、おもり。はあ、なんでまだ動けんだよ。ポキポキ指を鳴らしている。戦うしかないよ。おい、いけ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 。さあ、おもりはボスに18ダメージ。やった、勝利。なんやねんこれ。おい、トーストになっちゃったけど、どうすんのこれ。え、パカッて、あ、取れた。ずるいぞ、リベンジマッチ、リベンジマッチをさせろ。え、シンプルに叩かれた。終わったのかな。バジル君大丈夫？うん、心配しないで、僕は大丈夫だよ。ボスさん、自分以外が楽しめそうなところを見るのは辛いかもしれませんが、だからってこんなことをして人の楽しみに水を差すのはダメです。うん、それぐらいわかるわ。あ、デキン解除。はい、ちょっと落ち着きましたか。ちょっとバジル君、危ないよ。そうだぞ、殴ってたもん、逃走されたぞ。なんなら、なんでお前逃走になってねえんだよ。逆にボスはやべえぞ。おもりが最後の攻撃を踏ん張って耐えてくれなかったら今頃全滅だぞ。大丈夫だよ、ボスはさっき戦った時僕が怪我しないように動いてくれてたんだ。そうなの。そうなのか、ボス。お、シャイなんだね、ボスもね。はっ、勝手なこと言いやがって、嘘つきやろうが。優しい、いいところ見せるやん、ボス。ここは俺様の縄張りだからな、立ち入り禁止だぞ。みんなってほんと遊びたかったんだろうね、ボスもね。うん、あー、隠れた。あれ、まあ迷惑をかけなければほっといてもいいかな。じゃあそろそろバジルの家に行こうか。うん、おーね、喧嘩終わった、大丈夫かな。それじゃあボスさん、行ってきます。もうトラブル起こさないでくださいね。てんてんてん、よし、準備 OK、 行こう。ようやくだよ、かくれんぼじゃないから、もうほんとにね。よし、じゃあ行くか、こっち南側ね。おーい、おい、おーい、そこの、そうそう、そこのチミ。ん、どれだ。おもりくん、そこの郵便受け、私たちに話しかけてるかも、調べた方がいいんじゃない。いや、いいやろ。郵便受け、おやおや、いらっしゃい、大切なお客様、俺の店へようこそ。何か買ってこないかな。キッ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 、買うか。なんだこれ。お、プレゼント、まきびし、リンゴジュース。回復系は買っといた方がいいかな。リンゴのやつ、キャンディーを2個買って、リンゴも1個ぐらい買っとくか。アサリがいつ、あ、さっきのヘビちゃん、よかった、でもらっといてよかったわ。さあ、うわ、いっぱいある。はるばる駅、風車森、バジルの家。いや、バジルの家行くだろ。それはバジルの家行かんといけないだろ。どこだよバジルの家。とお、あ、なんだこれ。え、うわ、なんだあのポサイク植物は。ケル君知らないの、あれはナエモグラ。ナエモグラだよ。ナエモグラは本来すごい賢い生き物なんだけど、迷子になった途端凶暴になるから気をつけなきゃいけないんだよ。お願い、ナエモグラさん、もう止めて、お花がぺちゃんこになっちゃいますよ。お、あ、めっちゃ怒ってる。うわー、ナエモグラー、ブサイク植物がイライラしてる。でも可愛いぞこいつ。お、僕らと同じようにナエモグラにも感情があるんだ。このナエモグラを今イライラ状態から攻撃力が上がっている。はい、その代わり守備力が下がってるって、つまり攻撃のチャンスってことだね。行くよ、おもりくん、やっつけよう。攻撃だ攻撃、どんどんやっちゃうぞ。お前のナエボコボコに引き裂いてやるよ。は、あ、早い。エネミーの全ての手帳をもらった。なんか技なのかな、キル。こう、なんかいろいろできるんだろうね、多分ね。まあ、いや。なんか後で使うんだったら調べてみよう。またいるよ、お前しぶといな。あ、またナエモグラさん、回らないでください、鼻が折れちゃいますよ。わ、また攻撃してきたわ。もうあとちょっとで死んじゃう。コロコロ転がってるって、もう遊んでる場合じゃないやろ。自分の生命の危機がかかってるのにコロコロ転がり始めたんだけど。敵のことエネミーって言うんだね。感情が豊かだねって知ってるかもしれないけど、感情によって攻撃の効き目が変わる。あ、なんか水タイプ的な、水は炎に弱い、あ、強いとかね、そういう感じね。ションボリはニコニコに強いという感じで、家に行きましょうか。家じゃないし、またピクニック開いてるのもあり。みんないいタイミングで来たね、ちょうどピクニック。すごいな、瞬間移動してきたの。ゆっくりしてってね、食べ物とかもあるよ。ほら、フルーツ持ってきたって。いいやつ、マリちゃん、ありがとう。食べよう、回復します。ポケモンセンター的なね、
感じなんだね。気分さっぱり元気になったよって。ひょっとじゃあセーブもしよう。もぐもぐありがとう。マリって最高。といたしまして、私はみんなのことが心配なだけだよ。僕もマリちゃんみたいな人になりたいな。僕たちのことならお見通しみたいだし、いつも落ち着いてるし、別にそんなことないけどね。落ち着いてるように見えてるだけ。どっちにしろ何かマリといると気持ちが楽になるんだよなって。めっちゃみんな褒めたたえてるやん。そうそう、マリちゃんっていつも余裕ありそうだもん。でしょ、おもりくん。何この圧力。急に僕に振ってきたな。お、悪かと思ったんだけど話。あ、はい。そこまで言うならマリちゃん真に受けちゃうよ。僕の家はこの先だよ。今から行く？そうしよっか。マリちゃんは？またな、マリ。マリは行かないんだ。なんかあったら行ってね。じゃあまた後で。いや、マリも来ればそこでピクニック開けるやろ。進んでみる。あ、これ走れるのね。はいはいはい、走ろう。お、なんだ、なんか来る。またボスか、これ。揺れたな。あ、出た、ナイのお化けだ。こんにちは、長老。お、あ、バトルだったんだけど。やばいぞこれ。どうする。おもちゃ、キャンディーとかダメだよね。おもちゃ使えない。スキル久しぶりなんかやるか。悲しいポエム。友達またエネミーを一体しょんぼりの状態にさせるって、させてみる。おー、でこれ攻撃攻撃攻撃。お、来た、しょんぼりした。いた。よ、そう、何がタイプかはあんま分かんないんだよな。てかめっちゃ体力あるんだけど、ま、とりあえずでも普通にやってけば。お、なんだ、モードが切り替わった。くっ、ちょっと押され気味だな。でも大丈夫、みんなに協力すれば絶対倒せる。よし、チームワークの特別授業だ。おもり一回挑んでみよう。今度こそ倒すぞ。完全にチュートリアル今やらされてるね。おい、なんか違うもの入ったんだけど。おもり、いつもと違うところに気づいた？画面下の新しくメーターが出てるよねって、横の数字が書いてあるけど見える？これは俺たち全員のやる気だ。やる気を使えばみんなで協力してエネミーを倒せるよって攻撃してみて。お、やる気解放？捕ま…なんかやっちゃった？おー、すごいすごいすごい、なんかみんな頑張ってる。素早さが下がったって、8ダメージ。おう、なんかいろいろできるんだね。やる気解放。あんま変わんないだ。おー、すごい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 。お、めちゃくらん？なんならめちゃボコ殴りにしてるんだけど。ナエさんかわいそう。300もくらって、最初からそれやって。150点入れた。刺す。なんかすげえ技覚えたんだけど今。刺すって技覚えたよ。さっぱりわけわかめだったよ。さあ、てかなんで家の前にいんだそれ。これで大体わかったかな。バトルするほどチームワークもどんどん良くなっていくはずだよって。バジルなんかやりました？わあ、みんなすごかったね。こんなの朝飯前だぜ。もっとでかいやつ来たって平気さ。俺のスキル教えてやろうか。バジル君、戦いが苦手なのはわかるけど、自分の身を守る方法は知っといた方がいいよ。つまりお前も戦いって言ってるわ、女の子オーブリーちゃん。そうだな、実は俺バトルに関する本を書いているんだ。今度みんなで勉強しよう。今はおもりに預けておいてね。お、自己啓発本。やば、なんだよこの本。だって分かった。だって分かったよ。はい、もう分かったから。もう僕もなんか蹴ると同じ感じだわ。あ、ようやく家に着きましたよ。どうするんやろうね。はい、チーズ。おお、一列に並んでる絵だけど。あ、ピントがちょっとずれちゃった。え、これはこれで特別な写真だよね。失敗しちゃってごめんね。まあええよ。僕優しいから。そんなの気にしないよ。見せて見せて。うん、いいよ。え、ちょっとなんか半目とかだったら気にするよ。かわいい。ちょっと見たい。僕も髪型おかしくないかって。それお前がいけないやろ。見た見た見た、見せー。お、僕も見よ。あ、おもりくんも見たいって。おー、おい、ぼやけてないか。ぼやけちゃって残念だけど、みんな可愛く写ってるね。コレクションに入れておくね。え、この子だけさ、黒色なのがちょっと怪しい気しない？なんかみんなだって普通の色なのに。やった、またアルバムに、新しい写真が増えたぜ。もう色ついてないもんね。オーブリー邪魔、見えないぞ。ちょっと押さないでよ。お前もう見たじゃん。ケル君こそ邪魔どいて。ちょっと落ち着いてよ、喧嘩やめて。俺が先。いや、私が先。おー、なんだなんだなんだ。わー、ちょっとやめて、ぶつかるってば。あー、で写真を見せてる。あー、え、引き裂いちゃった。てんてんてん。あ、わりー。あー、大変。バジル君、ごめんね。大丈夫バジル。やったな、二人とも。これだから喧嘩するなっていつも言ってるじゃないか。ごめん、わざとじゃないんだ。マリには言わないで。いいよ、気にしないで。そういうこともあるよ。おー、あー、写真が。大丈夫かな。はい。はい、写真破れたりしてないみたいだね。一緒にアルバムに戻ろうか。うん、ありがとうヒロ君。まずは僕の家に行こう。
入る前にちゃんと靴を履いて、ちゃんと靴を脱いでねって。靴を履いてねか。履く？服？拭いてねだよね。拭くの？拭くの？え？なんで？あー土足だからこれ。拭くの？拭いてねって言われちゃった。写真を戻す準備はできた？あ、写真はいどうぞ。よし早速始めよう。写真の順番全然覚えてないかも。大丈夫だよバジル、おもりは記憶力がいいからすぐに元に戻せるよ。パズル、うわわかんねえ。なんだっけこれ、どこや、うわうわどれだっけ。いや悩む。最初なんか 2,3 ページ目これだったよね。で最ここで最後はさあ、なんかもう記してくれるこれ。なんかやってくれてない？なんか誘導してるな普通に。合ってんじゃねえかよ、終わったわ。これで元通りになったよって。なんだったんだ一体バジル君。さっきからさっきぶつかっちゃってごめんね、半分キャラのせいだけど。そうそう、もうオーブリーと二度と喧嘩しないから。向こうが先にやってこないならだけどな。喧嘩してますね相変わらず。気にしないで、二人とも僕のアルバムを見たかっただけでしょ。写真を戻してくれてありがとう。いいやつバジル。バジルええやつやな、感情が入りそう。あれまた落としちゃった。え、なんの写真これ。あれおかしいな、写真が抜けてたのかな。うん、何これ、僕こんな写真撮ったっけ。え、なんだか懐かしいような。え、なに、いやそんなこと。え、マリちゃんが、マリちゃん、あ、めっちゃびっくりした。え、なに、うわ、なに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 、マリちゃん何どうしたの。え、あなたのスケッチブック中を見る。あ、え、変わってないよ。あ、なに、なんだこの子、猫ちゃん、やだ一緒にいようよ。にゃ、ここってやることないよね。お前そんなこと言ってる場合じゃないやろ。パソコン起動、ぶっ壊れてんのかな、どうする。え、うわこっからおもろくなってきたぞ。じっと見つめた。さあ日記を書く、見る。でも話はうまくいった感じで一緒だよね。なんだろう。ノートパソコンが太ももを温めてくれて気持ちよかったでしょ。ティッシュ、え、扉とかはない感じかな、辿ってあるところ。やめてホークさん、刺さないで、刺さないで、これなんかやったらゲームオーバーになりそうだから。あ、戻ってきちゃった。ん、こっち側は、こっち側も多分ホークさんだよね。でまた多分一周すると思うんだ。戻ってきたな、変わらない。マリちゃんどこ、なの、マリちゃん、わあ、だからあん時さ一緒にピクニックじゃなくてさ、もう家行こうよって言ったじゃん、なんでそういうことするん。どうしたらいいんだろう、閉じ込められちゃったよ。何かメニューとかあるのかな。ずっとまっすぐ進んでんだけど。あ、刺すっていうのがある、何これ。ちょっと待って、家、せめて家で刺されて。よくわかんない場所で死にたくないわ。なんだろう、刺すか、誰を刺す、僕。あ、ピッカピカのナイフだ。あー、え、おもり、おもり、あ、みんなが映ってるよ。なんだよわかんない、なんだよこれ、何の階層。これが僕たちの思い出、この嫌な悲劇の今階層の夢みたいな感じだったのかな。うわー超気になる。ちょっと悲しいものもあるけど、どうなったのこのマリちゃんの先、超気、そこを教えてほしい。この思い出があるだけで嬉しいよね。バジルと手つないでる、この子はバジルってことは分かったよ。おもりとまた新しい、え、思い出を一緒に作ろうね。え、なんで、なに、あ、え、なんだったのっていうので、部屋に一人の男が寝ている、彼の名前は、こっから始まんの、深すぎやろ。てか、え、おもりじゃないじゃんこの子、サニーってまた違うやつ出てきた。
サニーとは。え、これはじゃあ主人公サニーにするか。これコロンよりもね、ちょっとサニーとかの方が良さそうな気するね。サニーでしよう。男の子の名前サニーでいいか。誰だろう、どういうことなんや。あ、でも同じ子だよ。オモリか。オモリの別の名前がその子ってこと、サニーってこと。あー、また違うね、別世界。前の部屋とは打って変わって違う、正反対の部屋だね。これが現実の世界っていうことかな。電話が鳴ってる。お母さんのボイスメール。サニー、ママだよ。今はまだ都会で新しい家の準備をしているよ。そっちの片付けは終わった。一人暮らしなのかな。あと数日で業者の人からが来るから、その前にやるべきことをリストにして残しておいたよ。あとごめんね、ママやっちゃった。引っ越すまでまだ数日あるって電気の人に言ってなかったから、今日の夜ぐらいに電気つかなくなっちゃうかも。とにかく都会に引っ越すのはちょっと怖いかもしれないけど、場所が変わればいい気分転換になると思うよ。しばらく誰とも話してないって知ってるけど、引っ越す前に昔の友達に挨拶してきたら。ケル君なんて。待って、鳥肌立ってる、やばい。ケル、え、あのケル。この家が売り出されるって知ってからずっとサニーに連絡取ろうとしているのよ。ここ数ヶ月週に一度はケル君から電話かかってきてるかも。あの子ちょっと寂しそうだったから会いに行った方がいいかもね。まあこんな感じかな。じゃあ切るね。愛してるよ。プツン。うっ、お腹が空いた。ケルはさ、あのさ、陽気なケル君だもんね。はい、喧嘩してたよね。オーブリーちゃんと。古いパソコン、本がいっぱい。あ、引っ越したてなのかな、それとも引っ越すの、一人暮らしの子なの、これは。お母さんのやることリスト、今は家事をしたくない今家事をしたくないって言ってる。段ボールが家中に、散らかっていると。はい、散らかってますね。植物、これといったことはないと。じゃこっち行ってみるか。引っ越す前のお話なのか。はい、こっちは何だろう。あ、お風呂場、洗面台。おはよう、サニー。ママからのメモだよ。毎日ちゃんと歯磨きするように。愛してるよ、チュッチュ。え、お母さんは何してんのこれ。お、鏡、タオルとか化粧品とか、トイレ、バスタブ。ママが先に行って、あ、そっか、向こうのところで準備をしているのか。なるほど、本棚、ピクニックバスケット。ここでここで来た、ピクニックバスケット。マジかよ。ただの植物、これといった特徴はない。段ボールが散らかっている。なるほど。いっぱい、あなたにはマットレスが硬くてよく眠れない。ほう、テーブルランプ。なんだろうな。さあ進んでみますか。お、下の階段で降りましょう。家からもう出ようよ。まあね、あのケルのところ行ってもいいしね。お、なんだ、引き返したぞ、引き返したぞ。まだ行かないのか。下を見たくない。え、めまいがする。寝たら治るだろうか。寝たいの。ケルのところ行かないの。すごく心地がいい、寝心地がいいらしい。寝るか。お腹がでもグーグー鳴ってるって言ってるもんね。やばいんじゃない、ご飯でも食べないと。明かりつけようよ。あ、電気がつかなくなっちゃってるんだ。なるほど。あ、なんだ、外から不気味な赤い光が差し込んでいる。なぜか心惹かれる。ダメだよそんなこと。惹かれるって、なんかずっと下が階段になってる。どんなにあがいても無駄みたいなことを言ってるのかな。手が差し伸べてるよ、やばいよ。なんか見えちゃってるよ。サニー、サニー、やばいって、絶対行かない方がいいって。日の光浴びてよ、やばい。なんか手が追ってきてる。なんだこれ。わ、え、ざわ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 、人のなんか、あ、ナイフ、ピッカピカのナイフや。ピッカピッカのピッカピッカのになってる、これ大丈夫かな。わあ、やばいな、怖。普通になんか急にホラーね、ゲームになっちゃった。急展開すぎる。何が起こってるんだ。やばい、どんどん近づいてる。まずい、手が、うわあ。うわあ、何この子。戦う、ビクビクしてる。サニー頑張って。11ダメージ食らった。まずいまずいまずい。おいおい、全然効かない。スキル、スキル、うわ、何も持ってないんだ。何か何かとは。サニーを攻撃してる。
まずい。谷の攻撃効かなかった。攻撃、おいおいおい、こんなんさ卑怯やろ。せめてなんかさせてくれよ。何も聞かないんじゃ、作業着になっちゃって。え、サニーなんか話しかけたのかな。今何か落ち着い、え、落ちていくサニーの様子を伺ってる。聞かなかった。やばいじゃん、もう無理だよ。顔ぶさ深呼吸して、怖がらないで。誰だ、あなたが思うほど怖くはないはずよ。誰だ。呼吸を整え落ち着くを思い出した。いや、攻撃しようよスキル落ち着くやるか。はい、一回深呼吸。40回復した。ああ、いいよ。はい、あ、元に戻った。さあ、そうだよね、大森って言ってた、あのサニーはイコール大森かわかんないけど、なんかね、あれだもんね、一人は嫌だって言ってたもんね。さあ、なんだろう、首振ってる、また。こっち側行きたくないって。でも下行けれたね、これで。うわー、家だ、もう帰ろうよ、こっちは行けないんだ。こっち側、そう、いろいろなんか行くところあるな。うわー、クリック、いや、いらんでしょ。ステーキナイフ、ピカピカじゃなくなっちゃった。これ今度ステーキのナイフや。冷蔵庫の中身見た、冷たいステーキ。おー、これ切るんじゃないか。あ、食べる前に温めた方が良さそうだ。うん、温めるか。で、ステーキナイフね、レンジに入れて。またナイフだ、しょっちゅう出てくるの、ナイフ。ピーピー鳴ってる。やばい、なんか人来るんじゃない、まずいぞ。で、美味しそうなウェダンステーキ、ウェルダンステーキ、なんだそれ。食べてみるか。はい、気を落ち着かせよう、これで食べて。あ、なんだろうね、手紙も置いてあるよ、美味しそう。てか電気通ってるやん。そうや、これ見たら地震できんじゃねえか。明かりつけろよ。なんやねんそれ、どういうことなんだ一体。おい、矛盾してるぞ、見つけてしまったな胃が拒否反応を示してる。いや、そんなことよりもやばいねえ、電気つけるよりも胃が拒否反応だ、まずいぞ。お腹下した、最悪や。どこ行けばええや。ちょ、もう寝るしかない。あ、応急、これじゃない。さあ、はい、医療箱回復できるんじゃないかな。ちょっとわからないけど、また寝た方がいいのかね。よいしょ、寝よう。お、ダメだ、気分が悪い。トイレに行こう。トイレか、トイレどこにあるっけ。トイレ、トイレ下行って、こっち側も外出ちゃうもんね。お、ここ、こっち側か。トイレは洗面台かな、もしかして。真ん中にある洗面台、ここかね。こっちにあったよね確か。鏡見たらさ、ちょ、一回トイレして。うわ、怖っ、ダメだって。うわ、もうリアルションベンの音リアルな。よいしょ、てんてんてん、吐いた。あ、それ吐いた音なの。なんかある、鏡。うわー、びっくりした。おはようさんに、ママからのメモだよって。ちゃんと歯磨き愛してる。どこ、誰ですか、どなたですか、どなたですか。下、下にいるの、扉、これ、ここ、大丈夫。お、マリちゃん、おい、サニー、マリだよ。やっと帰ってこれたけど、鍵を忘れちゃってって。え、やっと帰ってこれた、マリと一緒に住んでたってこと。開けてくれる。まあ、マリだからな、全然いいと思うけど。あ、暗くなっちゃった、何も見えねえ。え、開けようよ、どうしようか、何もしない、開ける。一回何もしない。サニーいる、ねえ、寒いよ。絶対でもマリちゃんじゃないってこれ。わあ、でもいけない、くるくる回ってるわ。お、一回ちょっとセーブして。怖いもんね。え、でもセーブ場所ってどっかあるっけ。こっち側に確かあった。怪しいよ絶対、そんなマリだよって言ってさ、マリ出てくるか本当に。ちょっと怪しいよこれは。行ってみるか。へえ、ね、だって俺が転んだよって言ってさ、 YouTube でさ、みんなコメントするわけないでしょ。生放送とかのどっかの枠でさ、転んだ、俺が転んだって言って。怪しすぎよ明らか。もう行けなくなっちゃったマリちゃん、そんなことやってたら。やっぱ本物だったのかもしれない、ごめん。なんかそしたら、セーブする前になんかやっとけばよかったな。開けられないね。こっちの扉はどんどんどん、でも終わっちゃった感じするもんな。寝てみるか、寝るか。お、居心地がいいベッド、寝る。うわ、もう朝になろうよ、怖っ。
何これ。静かやな。スズムシも鳴いて。お、朝になったらさ、大丈夫なんじゃない?言うてね。あ、また思い出した。ホワイトスペースへようこそ。あなたはずっとずっとここに引きこもっている。ホワイトスペース来ちゃった、また帰ってきたわ。どういうことなんだろう。わ、マリあん時出とけばよかったのかな。だってさ、このバジルが言ってたのもさ、マリの話じゃん。あん時出てけばマリ助かってたのかね。かすかな影を落としている。何もしない、じっと見つめた。扉入れないな。うわ、どうなんだろう。はっ、え、なんだパソコン、ハングマンメニューが開ける。え、なんかメニュー開けてたけど、何かが落ちた。パソコン、切り株の草の中、間違ったものは右に捨てられる。あ、なんかルーレットのそばいろいろあるな。もう、まあ、よくわからんけど、近くになんか音が鳴ったらしいから。またピカピカのナイフでしょこれ、絶対。もう思うわ、ピッカピッカのっつって。このスケッチブックの中はなんか更新とかされてない?されてないな。どっかにないのかね。なんか近くに落ちたって言ってるけど何も落ちないな。いや、何か持ってるのって。なんか持ってる?それっぽいものないけどね。どこだろう。あ、ここだ。これなんだ?え?何これ?地図を見つけた。うわ、いっぱいあるわ。何この夢のランド。広いね。また扉を開けてみますか。かすかの影を落としている。どうする?扉開けてみよう。なんだろうね。こっからまた始まっていくとは思うんだけれども、結構時間がかかりそうなゲームですね。さあ。お、あ、さっきのまた、え?無限ループやん。トランプをやってるやつだよね。はあ、元に戻ったよ。マリ君、よかった、来てくれたんだね。バジル見なかったか？どこにも見当たらなくて。バジル？まずはマリにおもりが無事だと伝えなきゃな。彼女すごく心配してるよ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。